国民歩道連盟名印象国民歩道連盟は1949年6月に韓国において左翼系人物を転校させ別途管理しようとする目的で組織された団体。単に歩道連盟とも呼ばれる。国民歩道連盟の成立は1948年12月から施行された国家ファ法と関連があり、愛韓民国政府がチェジュ島4.3事件、冷水、 順天事件などの事件の収集過程で転校者たちを体系的に保護、管理、監視する機関が必要であったことと分析される。思想検事として有名であった、戦後総見のもとの暮れ制度が結成過程を主導した。初代幹事長は民族主義民族前線の組織部長出身であるパク・ウチョン。初代会長は日本統治時代の有名な共産主義運動家であり、 北朝鮮から越覧する際に転校した定白が引き受けた。1950年初めに集計された会員数は30万人を超える。国民歩道連盟は転校者が義務的に加入することになっており、活動目標は大韓民国政府を絶対支持し、北朝鮮政権を絶対反対し、共産主義思想を排撃することであった。 連盟員は地下の左翼分子の創作や実主の勧誘、反響大会と文化芸術行事の開催を通した思想運動など実践的な活動を展開した。これにより多様な反政府勢力を簡単に撲滅対象である左翼とすることができるようになり、李正万政権の権力強化に寄与したところが大きかった。1950年6月25日、 朝鮮戦争が勃発すると、歩道連盟員は全国で組織的に虐殺され、歩道連盟事件として拡大していった。朝鮮戦争時、虐殺された歩道連盟員の数は正確にどれほどであるのか、不明であるが、少なくとも20万人が虐殺されたであろうという推定もある。一部の右翼団体が最も有料したのは、偽装的に転向した左翼勢力が有事に、 歩道連盟の組織を利用して反政府的な活動を起こすのではということであった。朝鮮戦争勃発以後、歩道連盟員の大量虐殺にはこのような有料が大きく採用した。当時、国民歩道連盟に加入した人物のうち、一部は実際の共産主義者ではなく管理の実績のために文書に記録されただけの人もいた。現在、歩道連盟員処刑者に関して、 発掘調査が進行中である。ありがとうございます。